はい、皆さんこんにちは、井川直弼です。はい、今日はですね、ちょっと同じような質問が立て続けに来たので、今日はそれをご紹介したいというふうに思います。前回なんですけど、オートルックアップクエリですね。オートルックアップクエリなんですけど、そのエラーの回避方法を教えてくださいというような、来まして、その動画を上げたんですけど、またちょっと同じような質問が来まして、どういう内容かっていうと、DLOOKUP 関数を、実行した場合に参照するものがなかったらエラーで出てきますと。で、エラーが出てきた場合に、なんていうんですかね、データを追加しますかというようなメッセージを出して、入力、テーブル、フォームを出すことってできますかっていうふうに質問が来ましたので、その回答をしたいというふうに思います。ただですね、あまりこの方法はちょっと私お勧めできないので、それはパソコンの解説動画の中の方で、ご紹介をしたいというふうに思います。はい、ですね、前回の、ターゲットのね、プレゼント企画なんですけども、私が再び出てくるっていうことをやりまして、明らかにね、合成だって分かってしまったんですけど、あれやったらなんかね、チャンネル登録者がちょっと減ってしまって、っていうふうにちょっと悩んでしまいましたけどね。はい、まあいいですわ。はい、今日はその動画をまずご紹介したいというふうに思います。はい、では決め台詞いきたいというふうに思います。あなたのハートにアクセスしたい。それでは早速パソコンの画面やっていきたいというふうに思います。これは皆さんに前お渡しした、ファイルに関して私の方で手を加えております。以前の、ものにこの社員に、社員、入力に、それからオートルックアップクエリとこのフォームと、それから、が増えていると思います。で、この F 社員っていうのを、起動しますと、こういうフォームが立ち上がってきまして、要はここのテーブルを参照して何かをする、つまり A001 というふうに入力すると、井川直弼は営業という部門が返ってくるというふうになっております。はい、やってみましょう。実際に001というと、はい、DLOOKUP 関数が起動しまして、名前が返ってくると。じゃあ、ご質問者様、太郎介さんという方もそうだったんですが、じゃあこれが反応しない場合に自動的に、テーブルとか入力フォームが上がってくる方法はないのかというふうな質問だったんですね。例えばこんな感じ。で、これはもう7ないので、やると追加処理を行いますかというふうにして、はいというと追加処理を行って、この、参照するテーブルが立ち上がってくる。で、もし、例えば6にして、ほいとやると、行いますか、しませんというふうにすると、処理を中止でそのままの状態になるというものになってます。で、ここの、社員の ID のところに、コードを追加しております。このようなコードになってます。結構長いです。はい、まず、ちょっと急ぎでやったので申し訳ございません。解説つけてないですので、私の動画で解説を聞いてください。もし社員 ID のところ、社員 ID が更新された時に以下の処理を行うということでやってます。つまり何をやるかっていうと、まずデータベースを特定しています。DLOOKUP2 というファイルを探せと。ちょっと見えるかどうかは分かりませんが、この DLOOKUP2 というものをまず探しに行きます。そして、おなじみの変数がダーッと並んでます。これはこういうもんだっていうふうに覚えていただきたいんですけど、DAO というものを使って検索を、システムっていうか DAO っていうやり方をやって探してます。つまり DLOOKUP2 の MT 社員をまず探しに行きなさいと。そして MT 社員の中で、まずプライマリティキー、主キーのことですよね。主キーを、探す。で、シークっていうのが社員 ID っていうふうになってて、ここのところに入ったものと、ここに入ったところのもの、つまり A の006というものを探しなさいと。この社員テーブルの中から。で、not match true っていうのは、もし、プライマリティキーがなかったら true が返ってきます。この not match を使うと。この not match を使うと true が返ってくるので、あ、
アクセスはこう判断します。社員 ID の中には A の006っていうのはないんだなと、なかったら処理を行いますかって言って対話式の VBA が立ち上がるようにしています。そしてはいのボタンをクリックしたら追加処理を行います。そして MT 社員という参照するテーブルを起動するようにしています。はい。で、もしやんねえよって言ったら中断してそれで終わり。で、次に、MT 社員の中からプライマリティキー、つまり主キーがあったら、あった場合はこれ、フォールスが返ってきます。フォールスが返ってきたら、この文を実行しろっていうふうに書いてます。はい。これが、今私が皆さんに説明した概要になっております。で、私は冒頭の、顔が出てる動画の方でっていうか、挨拶の方でこのやり方は推奨しませんというふうに説明しました。なぜ推奨しないのかというと、理由は3つあります。まず、この主キーとかっていうものを現場レベルでどん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 追加しちゃいけないです。なんでかっていうと、テーブルグダグダになります。はい。おそらくは1人でアクセスって多分使ってるものじゃないと思うんで、例えば部署全体とかっていうふうなことでなってくると思うんですけど、そこに、なんて言うんですかね、現場レベルで主キーって足していくものじゃないって私は考えてますので、参照するテーブルを作る場合には、その作る権限者って1人、2人、ないしは3人ぐらいまでだというふうに思ってますので、このキーがないから、よし、これを追加しようって、そういう安直なやり方はやめた方がいいんじゃないかなと。で、結果、グダグダになってしまうと。はい。で、もし参照するものがなかったとしたら、そこに、主キーが欠けていたとしたら、その人にちゃんとお願いをして、すぐ足すっていうシステムを、連絡網をちゃんと僕は作った方がいいというふうに思います。で、もう1個理由があって、ここの社員 ID に入った瞬間に DLOOKUP が走ったらもう遅いんですよ。そうですよね。じゃあ、ここの処理って何やってるのかっていうと、図で説明、図っていうか画像で説明しますと、ここに入った瞬間に MT 社員のここの、主キーをアクセスが探しに行くんです。これ5人だからいいですけど、これが10人、20人、100人、200人、1000人になったら、その分負荷かかりますよね、絶対に。私の今働いてるセクションで40人ぐらい、そのフロア全体で200人ぐらいの人がいるんですけど、そこで、じゃあ、敷居がなかったらって、その人がポン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 足していくよりはですね、ちゃんと総務とか庶務とかそういう方が、社員が入ったのでというふうにして、あらかじめ追加をしておいて、社員の名前は追加しましたっていうふうにやるのが僕は普通なんじゃないかなっていうふうに思います。自分でやってる分には全然、1人でやってる分にはこういうシステムを組んでもいいのかもしれないですけど、私がやってた限りでは、これを作った限りでは、連携するシステムを、エラーが起こったら何かをするんじゃなくて、エラーが起きないようにこういうことはしていました。なぜかといったら、これは主キーだから、唯一のキーだから、ね、誰もが、変更するようなものではあってはいけないからです。なので、ちょっと私はその発想がなかったんですよね。で、太郎介さんの方には、僕はこのオートロックアップクエリ、こっちの方で追加すると思ったので、なんかできないっていうふうに答えたんですけど、これもホームからだったらできます。これ、オートロックアップクエリが仕込まれてるんですけど、004だったら、レコード検索で入ってくる。A の008だったら、同じような処理がされるということになります。はい。これ処理追加しますけど、コードは全く一緒です。ここの MT 社員のところが MT 社員2に変わってるだけですね。はい。で、これが回答になります。で、VBA を、アクセス、エクセルを作る
ことに関して、正直デバッグをぶっ飛ばして、実行するっていうコードとかも確かにこれはあるんですけれども、皆さんが考える時っていうのはシステムが出来上がりましたって言っても必ずバグって2個や3個絶対に出てくるんです。で、その時にもうエラーが前提でやるんじゃなくて、こういうエラーが出たらこういう処理をするじゃなくて、エラーがちゃんと出ないように、プログラムを組むこと、そして、こういうふうに使うんだよっていうことを周知設定をすることが必要なんじゃないんですかねっていうふうに私は思います。ただ、質問の回答に関してはこういうことになりますので、質問、ぜひ参考にしてみてください。はい、それではパソコンの画面はここで終わります。はい、どうでしたかね。今日は、こんな感じで終わりましたけど、何か不具合があった時っていうのは、聞いていただいてもいいですし、ご自身で考えてもいいですし、ただ、なるべくエラーを出さないようにして行うというのが、やっぱり、システムを作る側の人間として求められることなんじゃないかなっていうふうに思いますので、ちょっと、そこは、創意工夫をしてやっていきましょう。そうですね。はい、では、また近いうちにお会いしましょう。さようなら。